チャンネルクララをご覧の皆さん、こんにちは。内藤陽介の世界を読む、最近ですね、アフガニスタンの話が多かったもんですから、今度はですね、一点、同じような地域ではあるものの、もう一つ問題の地域、イラクについてお話をいただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実は10月10日にイラクの総選挙がありまして、でイラクについて何で話すのかということなんですけど、バイデンっていうか、トランプ時代からの流れですけれども、アフガンから撤退するということやって、 ともかく一応撤退したわけですね。その評価はともかくとして、でそれと並行して、そうするとアフガンから撤退すると次はイラクはどうなるというのが当然課題になってくるわけで、ただ撤退すること自体はこれ規定の方針だし、撤退しないといけないいけなかったわけですが、ただそのやり方がちょっとあまりにもずさんで、その政権にダメージ与えたということから言うと、そう簡単にイラクもそのいらないよということで逃げ出すということにもちょっといかなくなってきちゃったと。アフガンは完全に不支持が支持を上回っちゃいましたからね。上回っちゃいましたからね、はい、だから撤退したこと自体が良くても、そのやり方があまりにもまずかったと、そういった総括になるんだと思うんですが、じゃあこれが多分今後、大きな一つの課題になってくるだろうという時に、じゃあイラクの現状どうなのっていうようなことで、ちょっとどういうタイミングで話そうかと思ってたんですが、ちょうど10月10日に総選挙がありましたんで、そこでちょっと現状とかその選挙結果なんかはとりあえずデータとしてまとめてみようと。だから特に分析というよりも、事実関係の整理といった形でお話をしたいと思うんですね。イラクは総選挙とかやってるんですね。やってます、はい、だからそういう意味で言うと、これサダムセンの時代から一応選挙とりあえずありましたし、実はサダムセン政権が崩壊してから5回選挙やってるんですよ今まで。そうなんですね。だからそういう意味で言うと制度的には割とちゃんとしてるというか、国なわけですよ。その制度がちゃんと機能するかどうかは別として、そうですね、外形的にはやってるわけですね。で実は今回の選挙についても、2019年にイラクで大暴動が起きまして、でこれで本来来年にやるはずだったものを1年前倒ししてやってるんです。はい。でこのなんで大暴動が起きたかっていうと、実は2017年までイラクでもうだいぶ記憶に飛んじゃった人も多いかもしれないんですけど、イラクもやっぱりイスラム国との戦いっていうのをずっとやってたわけですよね、はい、イスラム国イラクというのがあって、それが戦って掃討作戦なんかやってたわけです、でそれが一応作戦が終了したのが2017年なんです、でそれを受けて18年に大統領選挙と議会選挙をやったんです、でその時の大統領がこれがIS イラクを追い出して新政権を作ったと、新国家の再建を目指すということで、そのシンボリックな存在としてクルド人が、はい、クルド人の、ハイバリーだったかな、名前がちょっと、メモ見ないと出てこないですけども、ハルバム・サーリフという人ですね、失礼しました。ハルバム・サーリフというそのクルド人の方がその大統領になったわけです、はい、でその時に議会選挙もやったと。でこれでとりあえずその独裁政権もなくなったし、で IS もなくなったし、でさあ いよいよこれでイラクの再建ができるぞという形で、はい、みんな期待したわけですよ。そうなりますよね。期待したわけです。でところが18年に選挙やってみたんだけども、その後1年経っても役人とか政治家の汚職は何にも収まらないし、イラクは石油をその輸出してるはずなんだけど、どうもその食料とか電力とかの需要が良くないし、インフラのその復興もなかなかうまくいかないし、これこんなはずじゃなかったらおかしいんじゃないかということで、19年にその若者が不満で暴動を起こしたという、で選挙もう一回やり直せ、ちゃんとしたのを選び直せということで、じゃあ1年前倒しで今年 やりましょうかってことになったんです、で実はその2019年にその全土でその抗議行動が発生してですね、当時 のアーディル・アブデル・マフディというその首相が退陣をしたんですけれども、その後そういった状況ですから誰もやりたがらなかったんですよ。そうですよね。責任だけ取らされて大変そうです。誰も、ババを捕まさないで嫌だということ で、で10週間で3人その首相指名が受けるんですが、それが流れるというのがあって、結局それで今 その首相 そのカズミという人がですね、この人が引き受けると、でこの人が引き受けて国会でその承認されたのが去年の5月6日なんです、意外と最近なんですね。そうです。だから逆に言うと19年の10月から半年ぐらいその政権の空白があったと、で一応そのですから20年の1月にソレマーニ事件というのがあって、でそれでバグダード の空港が襲われたりですね、なんかってことありましたけども、あの時にそのアメリカ の大使館だったり、アメリカ の施設がイラク側が警護しなきゃいけないのが全然できないっていうふうなこと言われてましたけども、グダグダって実はこの政権 の移行期間というかコントロールが、そもそも政権自体がうまくいってなかったところに、なおさらうまくいく条件がなかったという、その狭間の時期に起こった事件だったという面があるんですね、
でともかくもその5月6日に国会で承認されて、で結局そのカズミという人はその国内の問題をとにかく解決をしたいんだと、うん、だからその選挙もとにかく早く実施すると、うん、でとにかく諸外国があのイラクに乗り込んできて戦場にさせない、つまりイランが勝手なことをするのもさせないし、でもちろんその IS だとかアイレンチだとかクルド人のその過激派なんかもこれもダメよという、うん、ことをやるわけですね。でただその当時の状況でいうと、その抗議行動がずっと起こって、これはなかなか収まらない、はい、から原油価格があの20年の5月ですから、これトランプがサウジのその売り浴び制でその世界に下がった時期じゃないですか、うん、でイラクも相当ダメージを受けたと、はい、でさらにあの新型コロナがちょうど始まって、うん、あのまだあのワクチンもそのうまくできてないような時期ですから、うん、まあ、とにかくもうイラクはボロボロな状態だったわけです、うん、でしかも長年その彼が出てくるまでというのは結局放漫財政で原油価格もあの非常にその下がってる上にそのばらまきをやるといいますか、ばらまきというよりむしろその関係者が食い物にしてたわけですよね、うん、まあそれをばらまきだから、いやだってばらまきって支持者にまくじゃないですか、はい、あ、まあそうですね、はい、支持者にまくというよりも自分たちがポッキリ入れちゃうから、そのままっていう、そのまま、そのまま、はい、まかないでそのまま、はいはい、まかないってことですね、はい、そうそうそう、だから、はい、ばらまきはまだまかれる人いるから、まだマシなんですよ、はい、いやいいですか、あのすいません、ちょっとあの途上国の認識が甘かったです、選挙があるだけでもマシと、はい、わかりました、はい、それから言うと ばらまきというよりもなるほど、まきゃまだいいというです、はい、そういうその放漫財政でその食い物したと、はい、で国庫はもうほぼ空であるという現状だから、もう財政費をなんとかしなきゃいけない、だから支出の無駄な支出の削減だったり、うん、それからイラク そのやっぱり賄賂が蔓延しているのはとにかくその給料をちゃんと払ってないからだと、うん、で給与見直すんだと、うん、いうことを言うんですが、で特にその高給取りなんかこれもちゃんと削ってしかるべきに払うと言うんですが、うん、まあ、世論はですね結局は支出の削減ということでぶら下がってる連中もいるもんですから、うん、まあ、反対してうまくいかないと、はい、でしょうがないんで失業者をこの国防省で雇うっていうんですけれども、うん、結局その雇ったのがですね数百人雇ったんですけど、まあ、焼け石に水だったわけです、はい、そうすると俺も雇えっていうやつがいっぱい出てきてですね、まあ、そうなりますね、抗議行動が出てきてこれ収拾がつかなくなっちゃうと、はい、うん、でただ、まあ、あの2019年の10月 その、まあ、あの抗議デモみたいな時にあのこの600人近いあのデモ隊 その参加者なんかですね、うん、まあ、活動家もだけじゃなくて一般の人なんかもこれ亡くなってますから、はい、それは治安部隊 その、まあ、あの責任をちゃんと追及するということもやると、うん、ああそうですね、はい、でそれで例えばあのそれまで その、まあ、ジャーナリストだとか活動家のですね、うん、政治家 その殺人事件ってこれやっぱり頻発してると、うん、でテロリストがいたりそのあるいは汚職政治家があの自分の気になるやつを、まあ、殺しちゃったりということは蔓延してたんで、うん、そういったものはちゃんと一応秩序を回復するんで捜査もしますと、うん、いうことはこれは歌うわけですよ、うん、でちなみにそのカーズミーという人はこの無所属の人 で実はずっとその不戦時代イギリスに亡命した人なんですね、うん、はい、で不戦政権が崩壊した後に戻ってきてイラク そのメディアネットワークというその、まあ、メディア その大きな複合体 その、まあ、共同設立者になって、はい、でその後あの情報庁長官というより歴任したという、うん、まあ、実務家バタで来た人なんです、はい、で無派閥なんで無所属の人なんで割とそういうしがらみがなしで割とちゃんとやるとで自身、まあ、まあ真面目な人真面目な人、はい、で本人もそれなりにお金を持って帰ってきた人なんで、うん、インテリなんで、まあ、真面目にやってる人なわけですよ、うん、ただいかんせん本人は真面目にやるってあのそういうそのなんていうか殺人犯をその捜査するといってもですね、はい、なかなか容疑者が出てこないと、うん、やっぱりなかなか理想と現実はこう難しい、ね、ジャイアンの群れに放り込まれたデキスニックみたいな状態ですか、ね、そうですそういうことですよね、はい、うん、で結局だからそういった既得権だったり既存 その、まあ、あの腐敗なんかに手を突っ込むということを言ってるもんですから、はい、逆にそういった人たちでこれはやっぱりイランと結びついていろいろやってる連中は反対するわけですよ、うん、で特にそのこういったその西側に近い人が首相になってその権限を振るというと例えばその去年あの問題にしましたのソレマニの死ですね、うん、はい、イラン その革命防衛隊の司令官で、まあ、テロリスト認定されている人が、うん、バグダードで、まあ、暗殺されたという事件がありましたけれども、うん、あれの責任はこいつにあるんじゃないかみたいなことをまあ言い出すわけですよ。なるほど。でただまあ逆に言うとそのカズミはカズミの側でいや対テロリズムの局に対していや実はバグダードのグリーンゾーンに対してあのテロリストがどんどんバンバン撃ってるでしょうと、うん、でその原資はどこなんだ誰背後はどこなんだちゃんと捜査をしなさいと、うん、いうこともやってるわけですね、うん、だから、まあ、一応その力不足ではあるんだけれどもテロだとか腐敗を根絶しようと意欲はあって、うん、それなりにそのまあやろうとはしてるというそういうレベルなんです、はい、で一応だからアメリカもこういう人間だったらある程度応援してはいいよねと、うん、であとは問題は彼が本当に力をつけられるかどうかということなんですが、うん、ある程度応援してもいいよねということなんで今年7月なんですけどもあの彼はその訪米しまして、う
で一応その年内いっぱいの協定にまあ署名すると、うん、ただまあ実際にそれができるかどうかは今不透明ということですね、はい、でそれからこれシンボリックなことですけれども、あのワシントンの聖書博物館にですね、このイラク その文化財というのはこれがまあ、うん、あのだいぶその略奪されて運び込まれたと、うん、いうことになっているんで、これ その文化財の返還というふうなことを、まあ、これはまあ協定結んで取り返していると、うんうん、いうふうなことをやっているんで、一応アメリカもそのまあ今 そのカズミ政権自体はこれはまあ支援しようという、はい、まあ、アフガニスタンとは違うということで、まあ、ガニーも支援しようということを言ってたんですけど、はい、ガニーが逃げちゃったんですから、ね、はい、で一応カズミは一応今のところまあ逃げてない、うん、だ一応、まあ、はい、ある程度その彼を支えるとなんとかなる可能性はある、うん、はい、現状で。で実はでこそういったことを頭に置いた上で今回 その選挙の結果というのを見ていきたいと思うんですけども、うん、ざっくり言うと今回の選挙イラクというのは実はシーア派が人口の6割占めてますんで、はい、これがまあ、イラクは実はちっちゃな政党がいっぱいあって、その、はい、政党連合があって、うん、その政党連合がまたいくつか、まあ、分裂してみたいなことなんで、はい、なかなか一つの党で過半数を単独過半数を取るとか、まあ、2つ3つの党で連立っていうようなこともいかないので、はい、非常に組み合わせが複雑になるんですが、ただざっくり言うとシーア派の人口6割ですが、はい、今回の選挙でも議会の6割が大体そのまあシーア派議席になったよねと、うん、はい、いうことでほぼ人口比にまあ対応した形になってるわけです、うん、でその中で第一党になったのが前回選挙でもその、まあ、前回の2018年の選挙でも第一党になっていた、うん、タイアル・サドリーというまあ、サドル運動とかサドル潮流とかって言われてるグループなんですけれども、うん、ここが54議席だったのが329議席中54議席で第一党ですからね、はい、うん、でこれが73議席に躍進したと、うん、で2位 のスンナーセットが2位になったんですが、はい、これが38議席だったので、うん、まあ、ほぼ倍ぐらいになると、はい、だから小党分立の中ではそれなり その、まあ、影響力を持つ人だというふうにまあ見ていいわけですね、うん、でこの第一党のサドリーというのがこれがですね、サドル運動というのは何かというと、実はここの指導者がムクタダ・サドルという人名なんですね。人名なんです。でサドル家というのはこれイラクの名門中の名門の家柄なんですね、うんうん、でサドルのお父さんも聖職者、まあ、聖職者でイスラム法学者なんですが、実はこのサドル家でその現代史の中で一番有名なのはこの今回のムクタダがその今 そのサドル運動の指導者なんですけれども、うん、ムクタダから見るとおじさんに当たる人、うん、要するにお父さんのお兄さん、うん、これはムハンマド・バーキス・サドルというですね、バーキル・サドルという人で、うん、この人がカリスマ的なそのシーア派 その原理主義系の指導者だったりです、うん、今の人はこのカリスマの甥っ子なんですね。甥っ子ですね、はい、で親父もその、まあ、うん、兄貴の後兄貴と一緒に活動してたんですが、親父はまあ90年代98年が去年だったかと思いますが、はい、90年代後半末に暗殺されるんですが、うん、はい、兄貴の方は80年のイラン・イラク戦争の前ぐらいにこれ殺されちゃうんですよ、うんうん、で実はもうそのやっぱりイランのそのホメイニよりもそのシーア派の中では例えばその、うん、まあ、法学者の統治みたいな感じでイスラム法学者がきちんとその管理をして国家をその、まあ、イスラム的に公正者が導くんだっていう理論化をした中ではホメイニと並ぶカリスマ的な指導者だった人なんですね、はい、で彼がやっぱりサダム・スイン体制でバースト体制の中ではこれはやっぱり危険分子という形でずっと拘束されてたんですが、イランとの戦争が始まる前に、うん、戦争始まったイラン軍が攻めてきて解放されたら困るということで、はい、これでまあ殺されたという、うん、そういう、はい、非常にそのサドル家の中では、まあ、ヒーローだった人なんですけれども、うん、このバーキル・サドルの甥っ子です、うん、でただこのサドル自身今 のムクタダ本人は実はあんまりそのシーア派 の聖職者といいますか法学者の中でまあ、それなりに高位といいますか地位が高いんですけれども、うん、本当のトップではないんですね、うん、いくつかランクがある中で、はい、フジャトル・イスラムというランクでこれは3番目なんですよ、うん、で一番上はアーヤトルラの中でもそのアーヤトルラ・ウザマという大アーヤトルラというのがいて、うん、例えばこれホメイニだったり、はい、それから、今 のハーシミですね、イランの最高指導者、うん、これは大アーヤトルラなわけです、はい、でライシーという人は実はアーヤトルラというその2番目のランク2番目のランクの人なんで、そういったそれぐらいの人がやっぱり国家をその導く、うん、閣僚だよねという、はい、でシーア派の場合は本当はこれ本当はその今お隠れになっててその世界 その終末に再臨する指導者がまあ、アリー その子孫のですね、うん、イマームがもう一回再臨してその世を治めるんですが、その彼がいない間は、はい、シーア派 その高位の法学者、一番トップの法学者がその法判断なんかを最終的に権威になるということになりますんで、うん、はい、そうするとそのトップの人たちっていうのが
誰かというのは問題になってくるんですけども、その逆に言うとそのトップにならないとダメなわけですよ、うん、いやダメってことはないんだけども、うん、やっぱりその国の指導者ってことは、なかなか難しいっすね、国の指導者ってことはやっぱりそれは、はい、ダイアエトンダークラスじゃないと、うん、これやっぱりその議会とかそういうの超越して、いやあなたのこの法律はただこの今回の政策はイスラム的に正しいか正しくないと言っても、うん、言うことを聞かないわけですね、うん、みんな。じゃあそうするとこの、イラクの選挙で第一党になった、このサドルさんのグループの、ええ、サドルさんは上から3番目だからちょっと権威微妙って微妙です。だから 3番目というよりも3ランク目なんですね、はい、ああ3ランク目、そう、はい、だから当然そこに何人もいますから、はいはい、あの順位序列で言うとちょっとまあ実際数えてないですけども、はい、あの一応そのまあ、 あのだからなんだろう、うん、あの段位で言うと上から 3段目ってことですよ、うん、だから茶帯ぐらい黒帯とかいるだろう、まあ、だむしろ そこまでかわいそうかな、だから10段かわいそう、あのだからなんだろう10段9段8段の8段とか8段とかですね、うん、はい、でもやっぱりその指導者10段か、はい、せめて9段じゃないと困るよねって、はい、だからなんだろうな、うん、あの横綱大関じゃなくて小結び、ね、はい、小結び、なるほど、さすがに小結びが協会理事長になったらまずいだろうっていう、うん、そうですね、はい、ああでもなった人いるか、うん、まあ前頭だけになった人もいるかもしれない、まあ、まあなんか話でややこしい、ただまあいずれにしてもイメージとしては、はい、イメージとしてはそんなもんってことですよね、はい、だからやっぱり横綱大関ではないわけです、はい、うん、でそれね、あの横綱大関に相当する人やっぱりイラクもいるんですね、はい、あの面白くないですよねその人たちは。でシスナニーという人がいて、うん、この人はダイアトルナーなんですよ、はい、でこの人なんかは割とその穏健派と言われている人で、うん、この人なんかの権威の方がやっぱり強いわけですよ、うん、でだから例えばその19年 の全土でその抗議運動が起きた時の首相を辞めなさいと、辞めた方がいいというのはこのやっぱりシスナニーが言ったりすると、はい、やっぱり辞めますと、ああご政壇に従いますって、そういうふうに何だか空気ができると、はい、なるほど、であのムクタダサドルがお前やめろっつっても、はい、まあそれ確かにやめた方がいいかもしんないけどさ、あいつに言われたくないよねとか、はい、そういう、そういう感じってことですね、はい、でこのシスナニーという人は実はあの、うん、まあ、基本的にはシーア派のそのアヤトンラですから、うん、そういう意味では保守系ではあるんですね、10段ですよね、10段スイスタニーさん10段、はい、なんですけれども、はい、ただ一応その西側ともちゃんと話のできる人なんですよ、はい、で例えばどういうことやってるかって、イラクってのはあのキリスト教徒も結構いるんですよね、うん、であのでそのキリスト教徒なんかが例えば今非常にそのイラクが混乱をしているので、当然キリスト教徒の人権だとか生活が脅かされているから何とかしてよっていうことを、うん、ローマ教皇が実はあのイラクを訪問してるんですよ今年、はい、でそこでこのシスナニーと話してるんですね、いや今年、そう、はい、今年の7月に、はい、でとにかくそのキリスト教徒 の、シスナニーの、うん、自宅に行って、うん、はい、いやとにかくキリスト教徒の人権がね脅かされてるんで、うん、なんとかその考慮してもらえませんかみたいなことを、ローマ教皇的には俺と、晴れるのはこのそうそうそうシスナニーの10段じゃないとダメ、逆に言うとローマ教皇は彼には会いに行くけれども、はい、ムクタダサドに会いに行かないです、なるほど、要するに国会の第一党のオーナーではあっても、はい、それは会いに行かないという、はい、なるほど、だから、まあ、宗教指導者同士ってこと、宗教指導者だし、はいはい、やっぱりそのシーア派ならではという、うん、そういう体制があるわけですね、うんうん、だからそうなってくると、でこのサドルという人が、で実はこの人はやっぱりイラクというのがその、うん、一つの党が全部抑えきれるわけではないんで、合唱連合が非常に激しいと、うん、はい、でまあ、これはどこの国でもそういうことはあるんですけど、これがかなり強烈な合唱連合をやっておりまして、うん、この共産党とも手を組むんですよ、うん、まあ、だって第一党が73議席しか今ないからまあしょうがないですよね、しょうがないですよ、はい、で共産党とも手を組んでアメリカ出てけイランも出てけみたいなことをやったりする、はい、ということになってくると、そうすると、やっぱりそのサドルに対しては支持者がいる反面、やっぱりその第一党の、うん、オーナーですから、ね、でしかも彼自身はその議席を持ってないで立候補してないので、あやっぱりそこは宗教指導者っぽいんですっぽい立ち位置ってことですね、うん、はい、で、でそこであの本人は出てないということもあるって、うん、でまあ、支持者もいる反面やっぱりサドルは嫌だよねっていう人もいるわけです、うんうん、なるほど、だから、連立ということをやらざるを得ないんで、連立交渉の主役になることはこれ間違いない、うん、第一党だから、はい、だけれどもいろんな勢力の組み合わせがあって、シーア派の中でもそのシーア派だからといって単純に支持するわけではいかないし、うん、で特にそのサドル以外のシーア派っていうのは、うん、実はその南部なんかはイランとその国境接しているところなんかだと、うん、イランのシーア派 その活動家が、うん、やっぱり住民 その医療だとか福祉だとか、うん、インフラの再建なんかの支援してたりするんですね、うん、社会活動やったりするわけです、はい、そうするとやっぱりそのイランもさ革命防衛隊は困ったもんだけど、でもイランの人たちにお世話になってるしさみたいな人も大勢いるわけですよ、うん、はい、そうするとイランは出ていけみたいな
頭ごなしに言うサドルのことを、はい、いやそうは言ってもさ、はい、みたいな、いや俺たちそれで生活してるし、俺たち生活してるしみたいな人も、ね、はい、いるわけですよ、うん、だからそれが非常にその、まあ、話が複雑に絡み合っているんで、うん、ちょっとだから単純にそのサドルが政権を取ったからということは言えない、うん、なるほど。でその一方でこのさっき言いましたカーズミーという現在 の世俗的なその、まあ、首相ですけれども、うん、彼なんかにある程度実績をつけさせなきゃいけないということもあるんですが、うん、例えばこの選挙が10日にあったんですけど、その早速その翌日にですね、はい、このカーズミーという人はIS イラクの元幹部、うん、で特にそのアメリカが指名手配をしていた、うん、サミジャム・ジャブリーという人がいるんですが、うん、ジャスム・ジャブリーですね、うん、このジャブリーをこれ財務担当者ですから IS の大蔵大臣と言われてる、はい、これをその国外で拘束したという、うん、まあ、実績を上げてるわけです、はい、でそうするとその IS を拘束してその新しい国家建設をやるんだと言って、うん、前回18年に選挙をやったと、うん、でもその後ボロボロだったということはあるんだけれども、うん、でも一応そういう形でその実績を持ってるということになってくると、うん、結局まあ今そういうそのまあ議会とか国内はその四分五裂状態なんだけども、ともかくもカズミを支えてやっていかないという、おそらくそういうことになってくるだろうということなんですね、はい、ちょっとまあ話が複雑なんで、とりあえず事実関係をまあ今整理をしたというふうな形になっているんですが、ただこういう状況でじゃあアメリカはそのどうするのかなと、アフガンの例があるんで、ただ何も考えずにじゃあ僕たちさようならとは言えないよねという、言えないですよねこの状況だと、感じですね。だからどれだけカズミをさせられるかという、まあ、見殺しにしないでやっていけるかということですよね、うんうん、まあ、結局エネルギー価格が安いと混乱するってことですよね。そういうことです。である程度高いと、まあ、イラクはまあ財政的な面では少し助かる。だからやっぱりその財政的な面でとにかくその今国庫がほぼ空ということを、うん、首相が宣言したような状態ですから、はい、ある程度ここをその満たしてあげないと、うん、でもっと言っちゃうと実は91年の湾岸戦争というのも実はなんでこうなったかというと、原油価格の下落でイラク経済がものすごいダメージを受けたと、うん、でその時にクウェートがやっぱりこれはそのカルテル破りをして石油の安売りにダンピングを図ったというのは、これがまあ頭きてクウェートに攻め込んじゃった一つの大きな要因ですから、そうなってくるとやっぱりそういうイラクを安定させるという意味でもその脱石油とかなんとかっていうことはどうなのかねっていう、ある程度やっぱり買い支えてやんないとっていう面は当然出てくると思うんですけどね。そうですね、そこもやっぱりバイデン政権にとっては難しいところですね。難しいところですね。ですから彼らの言ってるその脱石油でそのグリーンになっていっちゃうと、じゃあそれで見殺しにしちゃうのと、うん、でそうすると見殺しにしてまたこれでアフガンと同じような形で俺たち知らないからねと言って出ていけますかと、うん、まあ、逆にそれで行くんだというのは一つの、うん、何があってももう手を切るんだというふうに言っちゃうのも一つの判断だと思いますけど、まあ、でもアフガンとイラクじゃちょっとレベル感違いますよね。違います、違います、うん、やっぱりイラクはだって少なくとも民主化をそのある程度支援するって言って一応選挙やってる国ですから、うん、はい、それに地政学的な場所っていう意味でも、場所っていう意味でも全然重要ですからね。ここ割れるとやばいですよね。だって、一応やっぱりバスラ港と非常に大きな港、ペルシャに面した港がありますし、うん、北はまあトルコなんかとも接触してるわけですから、はい、これはやっぱり安全保障上もイラクはアフガンと違ってですね、うん、まあ、アフガンは通過する道、うん、場所という色彩が強いですけれども、うん、ちょっとやっぱり重要性が全然違いますんで、うん、ちょっとだからイラクの問題は慎重にならざるを得ないと、はい、でただまあ今後ちょっとどう動くのかっていうのもまあ注目ではあるんですけども、まあ、ちょっと今こういう状況だよねっていうのを整理をしてみたということです。はい、はい、ありがとうございました。まあ、まさにですね、アフガン撤退以後の、バイデン政権の運命というか、まあ、ここを撤退うまく撤退できないと東アジア、インド太平洋にも集中できないわけですから、そうなんですね、まあ、我々にも実は関係しているお話を今回、内藤先生からお話をいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。